で今回の動画なんですけども、馬娘地味に神アップデート、まあ地味なところなんですけども、実は神アップデートが来てる件やっていきたいと思います。 はい。ということでですね、最近のですね、イベントですね、発表されたものもありますので、こちらまとめてみて参りましょう。で、今回この動画で言うことなんですけども、タキオンの因子研究のことではないです。え、もちろんですね、こちらも神イベントとなっていて、まずは見ていくとですね、えー、アグネスタキオンの因子研究が来ます。こちらパカライブ TV でもね、予告されていた通りね、最近タキオン因子研究めちゃめちゃ頻度も高いかなというふうに思っております。個人的にはね、因子ね、大変なことよりは、 タキオンのイベントでね緩和してくれる方がいいかなということでねありがたいというふうに思っておりますで、こちらまずはおさらいなんですけども期間がですね10日から20日までになっております え、なので、今回ね、タキオンなんか、えー、中旬とかね、言っていたかなという話なんですけども、結構早めに来てくれてですね、ありがたいところです。これでですね、まあ、マイルのね、リーグオブヒーローズにも、ま、間に合うという話ですし、明日から来ますんでね、そっからね、作っていってもいいですし、で、強いものをまたソニー入れてですね、こういうふうにね、あの、馬娘のね、演習集会ね、やっていってもいいかなというところではありますので、まあ、そういうところで演習集会ね、やりやすくなるところありがたいです。 なんで、ここら辺早めに来たところも、まあ、神ではあるんですが、今回ですね、まあ、言いたいところとしましては、え、もう一個ありまして、まあ、育成馬娘の方もね、神です。これについては動画上げてるんで、見てほしいですが、シーザリオが来ております。それについてはここで語っておりますので、こちらのサムネイルの動画、よかったら見てみてください。 はいです、で、スイーザリオもどうするかっていうのがね、あるんですけども、ストーリー公開記念ですね、新ストーリーも来ますけども、今回紹介したいのはこちらです。アップデートのお知らせ、9月9日のバージョンが出ておりまして、これが直近もうね、ちょっと前に出たやつになっております。で、これのアップデート内容がね、地味に紙なんでちょっとね、紹介したいということで、フレンド画面ですね、下記機能を追加しましたということでですね、 これ簡単に言うとですね、この継承元の馬娘と因子も表示するようにしましたという風になっております。で、さらになんか書いてるところに汎用因子数を追加とかね、あったり、まとめて解除とかが追加されております。え、ちょっとこれについて紹介したいんでゲーム内で見ていくとですね、まあ、こんな感じになっております。 はいで、これフォロー欄なんですけど、フレンドのところですね、ここがですね、今回アップデートが入っておりまして、なんか画面めっちゃ変わっているなということで、ここにですね、汎用因子合計何個っていう風にね、このフレンドフォロー因子とかね、こういう風に出ているという感じです。 なので、これで言うとですね、は、まあ、かなりガチ勢向けの、まあ、地面に紙アップデートということで、結構印紙集会ガチってる方はですね、その白印紙が何個ついているかとか、そういうところをですね、まあ、励みにしている方もいたり、印紙集会頑張ってる人にとってはですね、もうこれ表示されるのすげえ熱いなということで、結構ガチ勢からするとですね、まあ、これすごいアップデートだなというふうに思っているので、今回紹介しているという感じです。 なので、例えばですが、こういうふうにですね、まあちょっと、総合フォローなんで見せてもらうとですね、汎用因子合計51個でね、このね、親の外とかもね、見れる。そして、この赤とかもね、見れますんで、マイル、マイル、芝とかね、見やすくなっているということです。で、今回ですね、これですね、汎用因子何個かっていうふうに表示されていて、まあこの汎用因子っていうのが多分、えっ、ー、と、まあその、客室汎用とかそういうわけではなくて、あの、白因子のことですね。これが、12345678910111213。 えこれだって14そしてここがえ10何本つってここで合計でえこれだったら51個ついているというふうになってるみたいですなんでここがですね、まあ、かゆいところに手が届くアップデートというか勝ち勢向けすぎる <laughs> アップデートが来ているということです でさらにですね、えー、いいところがありまして、これですね、まあ、この因子のこのね、オプションのところ、ポチってやると、これ出るんですけども、もう一個、ここに、汎用因子数っていう、このね、相当が、えー、追加されております。多分、今までなかったと思うんですけども、これを押すとどうなるかというと、こういうふうになってですね、これ、しかも、これ、 上から順なんですよね。こんな風になっていて、なんかすげえなという話で。えー、これだったら76個汎用因子がついているのかみたいな感じで、こうですね、そうとして大い順に並べることもできるという話です。なんでこれ本当にガチ勢向けすぎるんですけども、なんか70とかついているやついて。 人が,方がいらっししゃいましてですねいや、すごすぎんだろっていう、こういうね、例えばちょっと見させてもらうと、こういうめちゃくちゃ長い因子のですね、まあ、因子周回のモチベーションも上がるっていうね、話になっていると思います。まあ、さらにこれを使うことでね、まあ、その相当でね、強い因子探すこともしやりやすくなっているというところありがたいという話です。いや、すごいアップデート入っている <laughs>。70個とかすごすぎるでしょっていう話です。 あとは自由にまとめて解除もね、ありがたいかなと思います。ちょっとここを見せるの忍びないんですけども、例えばこういうふうにね、いっぱいね、えー、ログインがちょっと切れちゃったって話だと、こういうふうにね、まあ、開けやすくなったというかね、そういう話なので、えー、こちらの機能もですね、えー、ありがたいというふうになっております。 えこのようにですね今回で、ね、地面に熱いアップデートが入っていて特にまガチ勢向けすぎてガチ勢じゃなかったら別にいやそんなのってなるかもしれないですけども <laughs> 汎用因子数はねいや本当に因子集会のガチ勢にとっては励みになるんじゃないかなというところですはいであとはですねさらにですねちょっと喋りたいことを軽くありましてまあ紙アップデート、今回実は3.5周年多いですね。 畑の話で言うと、畑シナリオ結構難しかったりね。まあ、なかなか、え、継続するのが難しいっていうのはあったりしてですね。まあ、そういうところあるんですけども、畑シナリオのアップデー自体はめっちゃいいの来てるなということで。一つ目がやっぱりね、飲酒再獲得パスですね。これがはかどりすぎて今までの飲酒集会、何だったのかぐらいね、すごいことになるっていうこのパスもありますし、これがまあお得すぎてね、TP 変ねっていう話もありますけども。まあ、ここら辺についてもね、ちょっとまたね、 まととめて語りたいとは思うんですすけどもこれもね神として来ておりますであとはまあこのダイナミックカメラ、まあ、ジョッキーカメラ的なものですねここら辺も熱いっていうのはあったんですけども今回話したいところがもう一個ありまして3.5周年キャンペーンこれの第3弾いつ来るんだいという話です で、これがですね、今、第1弾、第2弾とは来ております。なんかミッションのね、育成のところの、あの、一番右のところにね、ミッション1と2が来ていて、それでいい,いものね、ジュエルとかガチャ券とかもらっているんですけども、えー、実は3弾が来ておりません。例年であればもっとね、早めにね、3弾っていうところが来るって話なんですけども、今回ですね、まあ、ここ公式にも明記されている通り、もう3弾を予定していますっていう感じで、あることは確定しております。 なので、これがいつ来るのかって話でですね、まあ明日のアップデートに合わせて来るのか、まあそこから少し経ってから来るのか、はたまた、そのストーリーとかに合わせるのから長いけどね、3.5だからいつに来るのかって話なんですけども、これかなり気になるところです。で、これも結構ね、やり込んでる方だったらわかるって話なんですけども、これいつ来るのってなってる話がですね、これもしかするとですが、この引き換券がもらえるミッションっていう話です。 で、さらにこれですね、そのランダムの闇鍋券ではないので、これがもらえるってなるとですね、まあ、例えばビブロスとかも引き換えられますし、今回ちょっと範囲の、まあそのね、えー、お知らせの話がありまして、根性7までいけるということで、まあ例えばスピファルコもいけますし、ビブロスもいけますし、まあ西野とかがまだの方、西野フラワーとかもいけるというね、この引き換え券が入ってる可能性があるので、えー、結構ね、みんな待望としているっていうのがこの 段という話ですもちろん確定で入ってるわけではないですがここでもらえればですねその課金をしなくても無課金でもそのね1枚くれるっていうところ引き換え券はねまあ、えー、例えばですが天井分って考えると6万円分とかは、えー、天井で考えなくても何万円分の価値があるとも言えるというねどれでも好きなの取れる的な感じになっていて、まあ、ステリアはもちろん入ってませんけど、えー、そういうところになってますんで待望しているいつ来るのかっていうところをね再ーム さあよろしくお願いします。はいということでねこちらのねサ3段もね待望ということであとは全国工業も一応まだ来てませんこれも上旬ということなんでこれは明日来んのかな上旬2とねもう10日とかになってくるんでこれもね期待されるところなんでこれね、えー、他のゲームでいう派遣とかね、まあ、遠征とかそういうやつなんですけどもこれも来るとですねいろいろね、えー、報酬もらえますんで、えー、待望してるところですが明日来るかね期待していきましょう。 ということで、おちんて v びでした。いろいろね、アップデートでしたが、なんか、因子のね <laughs>、えー、汎用因子数とかいう紙アプデが来たんで、動画化しました。それでは、また次の動画でもお会いしましょう。レジェンドライスも忘れずに。のちんて v びでした。またなバイバイ。